皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはお金のマインドブロックがあって前に進めませんという人の本当の課題はここにあるということについてお伝えしてみたいと思います。コンサルをしてるとですね、マインドブロックっていう言葉、いろいろあるんですけど、人それぞれで、特にお金っていう話はすごく多くて、いろんなところではお金のマインドブロックっていう言葉はよく出てくるんです。例えば料金を設定しようっていう時に、私がこれぐらいの金額でいいんじゃないんですかっていうと、その金額はちょっと自信がないですとかっていうことで、下げた金額とかスタートするとか、あとは売上高とかっていうところも、これぐらい本当はやりたいと思ってるんだけど、やっぱりその金額はちょっとっていうところで踏み込めないとか、あと値付けができない、値付けができないっていうところのマインドブロックが一番大きいんですけれども、ご本人もねマインドブロックっていう言葉を使うのでマインドブロックって言ってるんですけれども、お話をよく突き詰めていくとですね、そこじゃないんだよなっていうのを本当にいろんな方とお話しするたびに思うことがあってですね、で今日はちょっと久しぶりにそんなところも含めてですね、お金のマインドブロックっていうのは本当は何なんだっていう、本当の課題、その人が持っている本当の課題はここにあるよっていうことを今日は話題としてお話をしてみたいというふうに思っています。はい、ではね本題に入りたいと思います。お金のマインドブロックがあって前に進めないっていうふうにご本人がね思ってるのは、一見聞くともっともらしく聞こえるんですけれども、ブロックのせいで前に進めないんじゃないんですよ。問題は、自分がそれを決めているんだっていうことを自覚してないっていうことがどっちかというと問題なんですよ。どういうことが問題っていうかというと、例えば分かりやすいところで言うと、素直か素直でないかっていうのが結構大きなポイントになります。マインドブロックっていう言葉をきれいめに使ってるんですけど、実際は自分は頑固なだけですって言ってるのとほぼ同義語に近いっていうことを分かってほしいんですよね。本当は本当の課題はどこにあるかって言ったら、人のアドバイスを受け入れることができない頑固な自分っていうのを認めた方がいいっていうのが実は本当の根本的な課題です。衝撃ですよね。衝撃だと思いますよ。だって自分はむしろ自信がなくてその金額をつけられないって言ってるのに、そんな私が頑固ってどういうことですかとかって思うかもしれないんだけれども、そもそもアドバイスとかを、要はコンサルですからね、私はコンサルタントにアドバイスを求めるっていうことの段階で、自分の頭の中でどうしようもないことだから、回答が欲しくってアドバイス求めるわけじゃないですか。なのに、じゃあこれぐらいでどうですかっていうと、いやそんな金額私は無理です、私は無理ですって言いますね。私は大丈夫だよって言ってるのに、私は無理ですって言うんですよ。これって本当はマインドブロックなんじゃなくて、その内容を素直に受け入れられない頑固な自分が否定しているだけだっていうことが根本的な問題だっていうことを分かってほしいんですよね。で、マインドブロックっていうふうに言葉を使う方は大抵、いや自信がないんですとかって言うんですよ。
で、まあ、このお話は何度かね、違う動画でもさせていただいてるんですけれども、自信がないっていうことの、まあ、裏は自信があるっていうことですよね。じゃあ自信ってどうやって生まれるんですかって言ったら、自分を信じると書くから自信なんですよね。なのでまず自分を信じるっていうことが必要で、自分を信じたら当然なんですけど、できるっていう状態を自分で信じればできるじゃないですか。だからできちゃうようになっちゃうんですよね。だから自信がないっていう人は、自分で自信がないんだって自分に縛りをかけているから、で自信があるような状態に、じゃあ明日から自信持ってくださいって言ったら、いやできませんって言います、そういう方って。それって結局自分で自分を決めていて、制限の枠を絶対に外そうとしないんですよ、そういう方って。だから頑固なんです。はい、これ分かってほしいんですよね。私はお金のマインドブロックがあるので、そういう値段は無理ですっていう人に限って頑固です。ここは結構大きなポイントですからね。頑固な人っていうのは、価格だけじゃなくて他の全てに関しても全部頑固です全部頑固ってどういう意味かっていうと、私が、提案するアイディアを全部否定してきます。でもそれは私はちょっとできませんとか、はっきりできないに言わなくても、何かを言うと必ず、ああでもそれは、でもって言って、めっちゃデモ星人なんですよ。もうだから、その本人が、しかも面白いのが無自覚なんですよ、結構。デモっていう言葉を連発していることを自分が気づいてなくて、しかもそれが全部否定形であるっていうことも本人気づいてないんですよ。だからそういう方ってどういうことなのかっていうと、かたくなに自分の世界観を壊したくない、安全な領域でいて、でも夢だけ叶えたいっていう、結構ちゃっかり屋さんなんですよね。ちゃっかり屋さんとか自分思ってないし、そういうふうに言われるの嫌なはずなんですけど、言ってることとやってることはちゃっかり屋さんなんですよ。安全な場所にいて何もしないけどうまくいきたいですって言ってるのとほぼ同義語を言っちゃってるっていうことになるので、案外冷静に例えば聞いてみるとですね、それ自分がもし聞いたらですよ、案外恥ずかしいですよ。でもっていうことを次から次に言う自分っていうのは、聞く機会があったらぜひ聞いていただきたいんですけれども、かなり残念な感じですよ。だから大体うまくいかない人っていうのは、うまくいかない要因を自分が作ってるってことを自覚してないんですよね。さっきみたいにお金のマインドブロックが私あるんですって堂々と言い切る人ってすごいなと思うんですけど、いやブロックじゃあ外せばいいじゃないですかって言いますよ。だってブロックがあるんですっていうことが要因で前に進めないって言ってるんだから、ブロック外せばいいじゃないですかっていうと、今度は自信がないっていう、じゃあ自信持てばいいじゃないですかっていうことで、次から次へと言い訳を言ってきます。はい、だから本当はそのマインドブロックなんてないんですよ。本当はですよ、ぶっちゃけ言ってしまうと、要はそこに向かって動きたくない頑固な自分がそこにいるっていうだけなんですよね。本当これ結構厄介で、無自覚だから厄介なんです。口癖っていうのに等しい感じですね。でもだって成人とマインドブロック政治はほぼ同義語かな。自分がそれをしないっていうことを強く選択をしていて、人の言うことを素直に聞こうとしないという体制を外向きに宣伝してるっていう感じなんですよね。だから変わるはずがないんですよ、そこを受け入れない限り。なので値段を上げることがだけが別に正義でも正しいことでもないし、自信を持つことだけが正義でも別に正しいことでもないんですよ。全て自分が言ったことが自分に跳ね返ってくることになっているので、値段を上げたくない、
この金額でやりたいですって言ったら、もっとお値段高くしとけばよかったなんて後悔はしちゃいけないんですよ。だって自分がその価格決めてるんですもん。他の人っていうかね、例えば私とかがもっとやったらいいんじゃないですかって言っても、だからその段において忙しくて儲からないなんていう愚痴なんて言っちゃいけないんですよ。だって自分が選んでるんですからっていう感じなん で、そういう人に限ってなんか疲弊していて辛いですとか言ってきちゃったりするので、自分がそれを選択してるっていうことを自覚をしないで、動きもせずに、で出てきた結果に対してだけ文句を言うっていう感じ、自分に対してですよ、まあ、自己完結の中身なんでしょうけど、だから後出しじゃんけん成人でもあるんですよね。なんか誰かこうやってきてね、後出しでまあ勝ったみたいな感じになるんでしょうけど、でも自分が結局それを決めてそうなっちゃってるわけですから、やりたいようにやってるだけなんですよ。だからその結果になっちゃってたら文句言っちゃいけないっていうことです。だから選択した結果は全部自分の現実となって跳ね返ってくるんだから、じゃあ例えばもっと月賞欲しいですって言ったら、それなりに高単価のものか、人数をたくさん集めるか、リピートを何度もしてもらうか、もう商売の原理原則はその3つなんですよね。売り上げ上げたかったら、まあ、あと裏技的に経費頑張って超節減するっていうやり方もありますけれども、まあ、まず売り上げ上げる方が経費節減より簡単です、基本的にはね。その段においてそのマインドブロックがとかっていうのは、壁作ってるの自分なんですよ。マインドブロックとかいう言葉すら使わない人全く使わないですからね本当に。だから本当成果の出方が面白くって、マインドブロックもない素直に言うことを聞くっていう人は、私がこうしたらって言ったら、あ、いいですねって言ってさらっと乗っかってきて、さらっと口座作ってサクッと売りますから、売り上げがあっという間にパーンと上がるんですよね。でお金もすごく入ってくるから、ゆとりがあって潤っていて、時間もできて、やりたいことができて、習い事とかもできて、あちこちに行ってとかもできちゃったりするわけですよ。お金がある選択肢を取ってるわけですから。だからまあその領域に本来行きたいと思ってるんだったら、自分の中の殻を破るために人にアドバイスを求めてるんだったら、それをまあ信じる人にアドバイスを求める必要はあるんですけど、まあ、その人が言っていることは一旦は聞いてみるっていうのを普通にやった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。で私自身もコンサルタントっていう人は自分が信じて人間的にも尊敬できる人と契約をしているので、まあ、それがコンサルタント2人いますけれども、あとサックスの先生も2人いるんですけど、その先生どちらも言ってきてることで、理解できないな、これどういう意味なんだろうっていうのは質問はします。だけど逆らいません。一応やってみてできない時になぜできないんですかっていうのは聞きます。これ全部一緒です。やる前からそれはとか言わないです。私やってからあれうまくいかないな、どうやればできますか、だからどうやればできるかっていう質問はするんだけれども、それはできないっていうのをやらないうちから言わないっていうことにしてあります。できるかどうかはやってみないとわからないからです。だから値上げもできるかどうかなんてやってみないと分かんなくって、やってみてもちろん生徒さんが離れることとかはあるかもしれないですけど、既存の人じゃなくて別に新規の人にその値段で出す上で何のリスクがあるんだろうって思うんですよ。だって新規の人ってゼロじゃないですか。出会ってもいなかった人に対してこの金額で見せて本人が欲しかったらそれでゴーサインじゃないですか。で なぜそこで値上げっていうか金額アップが言えないのかが不思議なんですよね。それは自分が、そういう値上げをするような先生に見られたくないという外向きの取り繕いたい自分のプライドですよね。とあとは中にいる生徒さんにもそんな高い値段の先生になっちゃってなんかはしたないみたいな、まあ根本的にお金に対して汚いとかっていう印象を持ってたりする人ってずっと貧乏なんですけれども、
お金って全然そういうものではなくて、本当に万能とは言わないけれども、あると選択肢は増えるツールですよ。心は売ることはできないし買うこともできないけど、いろいろな事象とかを解決するのに便利なツールなのです、お金はね。だったらそれはないよりあった方が絶対いいので、そこの領域を感情と絡ませすぎちゃって、自分ってどう見えるかを心配しちゃう人っていうのは、お金のマインドブロックが強いとかって自分で言っちゃうタイプの人です。でかつそういう人は頑固です。変わらない、変えようとしないっていうね。なのでそういう人は前に進めないのは、自分で前に進めない壁を自分で作ってるのに、まるで人にそうされているかのように前に進めないんですって言っちゃうから、結構聞いてると面白くて思わず笑っちゃうんですけど、私それをおかしいことを言ってるっていうのが自分が分かってないからなんですけどね。なんで結構矛盾してる感じなんですよ。自分はめっちゃやらない人ですって宣伝してるのに、どうしたらいいか教えてくださいっていうのを相反することをね言ってたりしてるわけですから、このあたりはマインドブロックっていうのは幻想だっていうことですね。自分で勝手に作ってる壁だから、外すのは外せばいいだけのことなんで、そこがポイントかなっていうふうに思ってるんですよ。で私がじゃあ例えばね、この話をするじゃないですか。でそうすると、高橋さんはそういう人生を生きてきてからそういうふうに言えるんですよとか言っちゃう人いるんですけれども、いやそれそうですよって、私はお金に苦労して生きてきてるし、お金っていうものは、どういうふうにでも使うこともできて、私はお金が好きです、で何かっていう感じなんですけど。だからもちろん生活環境とか育ってきた環境は違うと思いますよ。なのでお金にももちろん感謝もしているし、だからちゃんと自分のところに一旦来てもちゃんとすぐに手放して外に出すようにしていくっていうことはねやってるわけですよ。だからその人の器に合ったお金しか入ってこないので、そもそもお金を嫌うタイプの人にはお金って寄ってこないので、その割になんかお金が入ってこないとか儲からないって言ってる人って面白いなっていうふうに思ったりしますね。言ってることが矛盾してるってことを気づいてないっていうことです。だからそもそも稼ぎたかったらマインドブロックっていう言葉もいらなくて、ただただ受け取っていくし、金額も設定して販売していくだけのことなので、このあたりはねできないっていうふうにもしも思うんだったら、自分の中の頑固さに気づいた方がいいです。そっちが先マインドブロックのブロック作ってるのも自分ですっていうことが、結論になります。はい、ということで本日のまとめに行きたいと思います。お金のマインドブロックがあって前に進めませんという人の本当の課題はここにある。その課題とは自分自身の頑固さに気づき、それをストンと落として前に進むことができるような状態にするっていうのが、多分前に進むことができるための早道になりますので、ご参考になさってください。それでは。